武田塾公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務長の中森です。武田塾教務英語科課長の森田です。この動画をご覧の皆さんはグッドボタンとチャンネル登録お願いします。森田先生、はい、今回なんですが、お茶の水で吉大学の大学対策ということで、問題見ていきたいと思うんですけれども、はい、視聴者男性とても多いと思うんで、お茶上の問題見たことない人もいっぱいいるかなと思うので、どういう問題なのか、せっかくの機会なんでね、見ていきたいと思いますけど、再生数500とかだとどうしますでは早速見ていきましょう。まず、時間が100分で、大問が4題で全学部共通という感じですかね。じゃあまず大問の1、長文ですね。はい、そうですね、どうやって心を読むかみたいなやつなんですけども、はい、まず和訳があってですね、ダットの内容を明らかにしてという形なんですが、いわゆる標準レベルではありますね。なんというか宮廷には絶対行かないけれども、地方国公立の中だと、まあまあやるじゃないかみたいなレベルかなっていう印象ですね。普通に文章読解練習して和訳問題集1冊2冊やっときゃいけるかなぐらいの。そうですね、はい、で2つともそうですね、和訳は、まあできなきゃダメじゃないっていう感じだったと思いますね、ただこの最終ではなく合致しないものとかがですね、これ難しくできてるなっていう印象ですね、なのでこの内容一致が意外と難しいっていう印象ですね。文章そのものはどうなんですか？いや読めるはずなんですけどね、かなり際どい選択肢ですね。なるほど。これはきっと時間食ってしまった受験生が続出しただろうなっていう印象ですね、はい、では続いて大問の2、こちらも長文ですね、そうですね、これはよくあるトピックです。最近の、いわゆるスマホとか、もうスクリーンタイムがすごい、時間になるみたいなんですね、人とかに関して書かれている問題でしたね、設問自体はこれもできてくれないと困るかなという感じだと思いますね。やはりこの合致しないものを選ぶのが多分きつかった人がいるんじゃないかなと思いますね。それも和訳日記や日本語説明に関してはやはりちゃんと練習してれば短時間でできるので、設問3をしっかり考えようみたいな。では続いて大問3、こちらも長文ですね、今までに国立大学で何度も出題されたことがあるですね、人間だけが言語を話すっていうので、あのチンパンジーたち言語使えたじゃないかみたいなんで、本当にそれは言語使えたってことになるのっていうトピックはですね、もう何度も出題されてますので、次第でも何度も出てるトピックなんですけども、選択問題が難しくて説明問題とかは解けてほしいという感じ、和訳もそうですね、できてほしいなっていう感じですね。適切な形にして動詞を入れなさい、これはもう絶対できなきゃダメですね。なるほど。時制注意しないといけないですけどね、はい、で正常問題ですね、これはできるかなと思いますね、できてくれないと困るっていうですね。最後の、本文の内容と一致するようにっていうのは、これはもう合ってないのを選びなさいではなくて、合ってるものを選ぶので、できるんじゃないかなこれはって思いますね一筋縄ではいかないという印象を受けましたね。やっぱどの大問にもちょっと解きづらい問題が入ってると。はい、その通りですね。和訳説明問題のレベルが宮廷と比べるとだいぶ低いので、簡単なのかなと思いきや、内容一致に関係するものを難しくしてきてるので、よく考えられて作られてるんだなっていうのが印象ですね。でさらに全体的に文章がそこそこ長めなの で、 そうです、時間のロスが結構怖いっていうところではありますね、と思います、そして最後大問4なんですが、自由英作文、ここに日本語で書かれてるんですけど、その日本語で書かれてるものに対して英問英答するんですね。非常に特殊なものでですね、私、予備校のところで毎年これをたくさん添削するっていうですねのをやっておりましたが、今年はですね Describe the two things というふうにですね限定がされているので、設問で2018年も確か Two reasons っていうふうに限定があったと思うんですけど、限定があったのでやりやすかったかなと思うんですけども、情報量が多いのでそこをどう70号に入れるかっていうので悩んだ人が多いだろうなと思いますね。その部分だけ見つけて、さあ和訳するぞってやると、これ70号で入りきいらないだろうなっていう印象なので、そこをどういうふうに訳したのか、どういうふうにまとめたのかっていうのがポイントになりますね。だいたい毎年添削してて思うのは、まず日本語が読めてない、その日本語の文章もちょっとかしこまったようなですね、今回は和紙だったんで現代文に出てくる人なのでやっぱり読みづらい、その中できちんとポイントをまとめて、しかも英語なんで和文英訳の力プラスまとめる力っていうのが必要になるので、レベルは高いんですね毎年。簡単
安だなと思えるものがあんまないですね。そうですね、はい、特にこの4は本当にここの大学しかないんで大変だと思いますね、うんうん、やっぱりここの練習を、まあ、過去問も含めてしっかりやっていくことが、まあ、合否の鍵にはなってくると。そうだと思いますね。ということですね。わかりました。ということでぜひ参考にしてみてください。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。